皆さんこんにちは、アメスマチャンネルのちいろです。今日はですね、ワイヤレスイヤホンについてちょっとご紹介をしていきたいと思うんですけど、私普段この BOSE のワイヤレスイヤホンを使ってるんですけれども、AirPods をちょっと買ってみました。まあ AirPods 出てきて結構いろんな人からいいよっていうような形で紹介もいただいてたんで、今日はちょっとその付け心地とか使ってみた感想っていうのを皆さんにお届けしていきたいなと思います。それでは早速見ていきましょう。こんな感じで今アップルストア閉まってるんで郵送だとこういう感じで届くわけですね。こんな感じでこのエアポッツプロですね。アップルはね結構箱にいつもお金を使ってますよね。ここのね重りっていうのがなんか入ってて開けた時にこうスッていうこう重い感じを出すような、ね、設計になってるらしいです。これ一応無料でなんか刻印ができるということらしいので、なんか一応ケースに千尋を入れてあります。こんな感じで、おお、なんかちょっと閉じた感じが磁石っぽくなっててスッと閉まりますね。このね BOSE のやつはここを押してパカッて開けるんですけど、ここはこういうクリックタイプっていうのかな、ポカチっていう音がありますね。これが、充電のコードかな。差し込み口はあれですね、 iPhone の、 差し込みイヤホンジャックのところと同じ感じですね。中のブリック体のやつ、こういうの入ってないですね。ただ単純にこのコードだけなので、このブロック体のやつは多分まあ、iPhone とかについてるやつを使うといいと思います。あとは入ってるものとしてはこのケーブルと、あとこのあれですね、多分イヤホン の、 耳の部分を調整するやつっていうのかな、こういうちっちゃいやつですけど、このですね部分を取り替えができるということですね。サイズが多分ちっちゃいのと大きいのかな、あと落とした時用とかねいうのに付け替えるようだと思います。で作りなんですけど、まあ、こんな感じで入れると、なるほど、かなり耳の中でフィットして、これ運動しても外れなそうですね。BOSEのやつはこういうタイプのものを使っていて、で、ここがですね、結構ちょっと重いんですよ。ここが大きくて。で、そこと比べると結構 AirPods Pro はここがかなりちっちゃいんで、つけた感じはこっちの方が軽いですね。で、実際つけるとこんな感じなんですけど、耳のサイズの問題もあると思うんですけど、ちょっとね、緩いんですよ。なので、これだと重さと、あとこの緩さっていうのがあって、結構ね、ランニングしてると、なんかずれてきたりとか落ちたりすることが結構あって、こっちの方だと、サイズ感がかなりちっちゃいので、これだったらなんか全然ランニングしても問題なく外れないんじゃないかなと思います。つけた感じはめちゃくちゃフィット感っていいですね。この後ですね、実際にちょっと音聞いてみて、どんな感じかっていうのをお伝えしたいと思います。では最初にですね、いつも使ってる BOSE、 これをですねちょっとつけて音楽を聴いてみたいと思います。スポーツファイでと、はい、普段ね使ってるやつでめちゃくちゃ音質いいんですけど、改めて聞くとやはりすごい音がなんか立体的に聞こえるっていうんですかね、低音から高音までちゃんと耳の中できちんと聞こえて、まあ本当に質の高いイヤホンだなというふうに思いますね。唯一の難点は最初にも申し上げた通り、ちょっとこのサイズ感が大きい、これ大きいので耳につけるとちょっと重たくて、筋トレとかああいうあんま動かない時とかなんかはかなり重宝するんですけど、ランニングとかで使うには少し心もとないなっていう感じですね。で、これ200ドルで買ってるんですけれども、今だとなんかネットで割引で150ドルになってるんで、まあ正直リーズナブルで150ドルでこの音質変えるんだったらめちゃくちゃお得だなというふうには思います。で、続いてね AirPods Pro の方をちょっと接続して聞いてみたいと思います。
はい、これはちょっとね、素人には正直違いが分かんないぐらい両方音質がいいっていう感じですね。今スポーツ用でこいつが重くて使えないので30ドルぐらいかな、これ30ドルか40ドルぐらいで、なんか中国製のやつ買ったんですけど、やっぱりねこれとこれはすごい違いを感じるんですね。本来 40、50ドルぐらいのやつだと思うんですけど、それとまあ200ドルぐらいのやつだとかなり違いは分かるぐらいだと思います。で一方でこの AirPods Pro、これ250ドルするんですけど、これとこれの違いっていうと、音質で言うと結構まあ細かいところで言うと違うのかもしれないんですけど、ちょっと素人には全然分かんなかったというのがちょっと結論ですね。値段で言うとこれ200ドルでこっち250ドルということなんで、まあ、こっちの方が50ドル高いというところなんですが、まあ、こっちの方がちょっとコンパクトだし、あとまあこういうアップル製品との相性っていうのもまあ非常に親和性が高いので使いやすいと思うんですよね。なのであとはもうこの、値段感のちょっとしか、まあ、50ドルぐらいの差がどうかっていうところと、あとまあ大きさですよね。こっちの方が何回も言ってますけど、やっぱちょっと重くてランニングにあんまり向いてないので、ランニングとかするんだったらこっちの方がいいかなっていう感じで、あとはまあ見た目の問題もあるし、これ白くてまあアップル製品っていう分かりやすいっていう感じだと思うんですけど、こっちの BOSE のやつは黒いので、まあそういう色の違いなんかもあると思います。正直 AirPods Pro 今つけてみた感じ非常におすすめです。まあ少なくとも数年はね使えると思うんですよね。なので音楽好きとか、まあ、移動よくして聴くっていう人なんかには非常にいいアイテムなんじゃないかなと思います。AirPods Pro はね3種類ありまして、今回私が購入したこの AirPods Pro と、ワイヤレスチャージがついてる AirPods Pro と、ワイヤレスチャージがついてない普通の有線で充電ができる AirPods Pro で、159ドル、199ドル、249ドルという形で3段階出ます。で、AirPods の中での違いで言うと、ノイズキャンセルの機能と、あと、防水ですね。ランニングとか長期で使うことを考えると、やっぱりちょっと汗かいたりとか、まあ、もちろんちょっと雨小雨降ってる中で使うってこともあると思うので、まあ、個人的にはこの AirPods Pro を買った方が、まあ、結果的に長持ちできる可能性あるんじゃないかなと思います。でこの BOSE のやつもある程度防水機能がついているので、まあ、この2つの比較で言うと大きさ、値段、色、まあここが大きく変わるところかなと思います。今ねランニング30分ぐらいかな走りました。で結構汗ねかいたんですけど、全然ずれずになんかフィットしてる感じなんで、非常に走るのにもねちょうど最適だなって思いました。であとね、今なんかランニングしてたら 2,3 人ぐらいねすれ違ったんですけど、みんなAirPodsしてました。なんでやっぱりこのランニングするにはねちょうどいいアイテムなんじゃないかなと思います。ということで、今回はこの AirPods Pro と BOSE のこのワイヤレスイヤホン、この、2つの違いなんかを紹介していきました。またね、他のデジタルガジェット、まあ、今後もiPhone12 もまあ出ると言われてますし、まあ、ガジェット系もちょこちょこと情報をアップデートしていきたいなと思いますので、皆さんぜひ見てください。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。